どうも、安田チームのやすです。そしてはいドヤさんと、そしてなんとこちらの方ちょっと順を追って説明させていただきましょう、はい、さあ本日はオークヒルズカントリークラブさんで撮影させていただきます、はい、我々安ゴル TV ね、これまでゴルフ業界そしてゴルフ YouTube 界に一石を投じる企画っていうのをいろいろとやってまいりました、うん、はい、皆さんどう思ってるか分かりませんが僕らはやってきたんです、はい、ね、もう少しでもゴルフ業界盛り上がればと、そうね、うん、いう思いでね、安ゴル業界でね、はい、安ゴル TV やってますが、はい、今回もうこれゴルフ業界の、うん、もうこれねブラックボックスと言っていいでしょブラックボックス、うん、ブラックボックス、禁断の扉開けます。なるほど、パンドラの箱、信じるか信じないかはあなた次第みたいなノリの企画です。はい、いいですか、こちらの方、こちらのオークヒルズカントリークラブさんで現在クラブチャンピオン2連覇中の現役クラちゃんでございます、はい、ね、金子さんです。すごい深々とお辞儀していただきました通称猫さんです。はい、猫さん、まあサイドストーリー的に言うとですね、猫さんは僕のダブルスパートナーです。いつもおんぶに抱っこで、ね、全国大会の常連でいられるのは猫さんのおかげです、はい、ダブルス。とんでもない。でね、なぜ来ていただいたかと、うん、安ゴルに、うん、これ僕ね、よくあるじゃないですか企画で、クラちゃん対ツアープロ、シニアプロとか、うん、ツアープロとか、はいはい、あるでしょ。で、あとマッチプレイが多いじゃないですか、そういうの、うん、確かに、っていうところ、これとこれの組み合わせやってないよねっていう、うん、そこ確、うん、確かにやってない、やってないです、見たことないです、見たことない、確かにないですね、うん、これまずティーチングプロの人が戦ってるところってなかなか見れない、うん、そのティーチングプロ選手権だとかではありますけど、うん、まずアマチュアとの真剣勝負ってなかなかないわけです、ね、確かに。それやっちゃいました、安ゴルで、ええ、本日 PGA ティーチングプロのドヤさんと、はい、オークヒルズカントリークラブクラブチャンピオンの猫さん、こちらもバッキバキにバッチバチの18ホールストローク勝負やっていただきますねえ、大丈夫ですか、これもうざわついちゃってないか、これ。いやー、結構ね、だから僕らティーチングプロの身からすると、やっぱりティーチングプロってそんなに言うて試合とかあんま出ない、うん、で教えるのが生業なんで、なので、まあ、バッキバキにね、月齢とか関東月齢とかも出てます。いや、ちょっと今休んでるんですけど、前ちょこっと出てました。あ、なるほど、はい、やっぱりね、関東月齢とか関東アマとかそこら辺出る人って俺らより上手いかなって思うんですよね。いやー、まあ、そんなことないですか、上手いかとかそれは分かんないです。それはもうプロゴルファーはやっぱり。で、猫さんはね、ゴルフ歴どれくらい、何歳ぐらいで始めたんですか。今44で、はい、33歳からです。あ、じゃあ11年、はい、あ、なるほど。それでね、クラブチャンピオンとかね、そういうのになってるのがすごいいいと思います。運がいいです。ベストスコアは68です。4アンダー。あー、だから結構ね、僕はその侮れないから、だから今まで対決を TG さんとかね、うん、そのバスさんとか対決してきたけど、うん、やっぱプロだから、うん、まあそのなんか和みながらっていうのがまあ今回ね、ドヤさんがちょっとあれだなって思うのは、うよく受けてくれました、ね、そのリスクしかないない、そんな中よく受けてくれ、だって勝ったら当たり前、負けたらえアマに負けたのみたいな、あ、まあまあ、まあ、まあ思う人もいるかもしれないです、うん、でも僕の見立てではですよ、やっぱりそういわゆるもう僕はね、トップアマというね、くくりでくくっていい人だと思うんですけど、その辺の人たち、まあ、アマチュアで上位にいる人たちですね、うん、そういろんな試合に出てたりとかはやっぱりね、日頃からこう戦うこと、うん、勝負、まあ、試合に出てる頻度とかがやっぱりもう特にティーチングプロの人とかよりは全然多いわけですよね。そこ勝負感みたいなのはちょっと分があるんじゃないかなって思ってます。うん、だから技術はやっぱりプロの人には僕はかなわないのかなって思ってる節はあるんですけど、人によるでしょうけどね。だから猫さんの場合だと僕レッスンしてるんですよね。そうなんですよ、これね、言ってしまうと生徒さんがこれ気まずいぞとねえ、これどうなっちゃうの、俺が負けたらもう、なんだ俺、教えたろかみたいな。いやいやいや、それはないです。そうだよ、ね、ね、どうですか意気込みは。もう回ったこともあるんで、はい、飛距離も知ってますし、はい、もうその迫力はよく分かってるんで、ね、どれだけ粘れるかっていうゴルフを心がけようと思っております。なるほど、一打でも
ついていければ、はい、いや絶対手ごわいもん。ちょっと読めないですけどね。ユニフォーム、シュークヒルズのヒルズユニフォーム、ね、さすが内山さんっていうあの研修会の会長が作ってくださった、はい、なるほど、へえ、胸にこうね頑張りますやりたいやりたい、めっちゃカメラ慣れしてるんですなんか出てるやりたかった、痛かったですか。いや、じゃあオークヒューズの方ぜひね、はい、見ていただいてね、いやプレッシャー、それ逆のプレッシャーあります、ね、まあどうあれね、ホームコースということで、はい、ちょっとどっちに有利とかっていうのは分かんない状態です。まあ土屋さんもね、何回もここは来てますもんね、はい、本日はフルバックティーからやらせていただいて、はい、まあルールとかね、一般的な競技のルールにのっとってやらせていただきたいと思いますんで、まあ真剣にやりながらも楽しくね、まあ、やっていきたいと思いますんで、はい、非常に興味深いと思うんでね、最後までぜひ見ていってください。まあ僕は邪魔にならない程度に頑張りますんでということで6話構成になっておりますので最後まで見ていってください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。1番パー4435ヤードオークヒルズフルバック、オークヒルズフルバック。さあ今日はオープニングをご紹介しましたが、うん、クラブチャンピオン2年連続そう、ね、現役のクラちゃんが土屋さんとバッチバチの、うん、かつバッキバキの対決。今日の新しいクラブ新調してきた、うん、これシムに見えるじゃないですか、これなんか シムに見えるけどもステルスと、が後ろ見せてください、後ろ後ろ、こっちです、こっち、こういうことやってくんだからな、なんかもカラーカスタム、カラーカスタム、違うんですよ、今日のためじゃなくて、だいぶ前にやつの忘れてたぐらい昨日それで届いたんですよ、はい、あ、そうなんだ。ステルスがもう8個ぐらい持ってますマジで売っちゃ買っちゃ売っちゃ買ってしてるんで、3ヶ月前に頼んだのもほぼ忘れて、海外から届いたんです。マイステルス、はい、ま、マスターズだけということでね、今日は今日はちょっとタイガーでここは右ですね。何このウェアメーカー、これ何このえ、これカリーです。あ、カリーなんだ。アンダーアーマーズ、去年も着てましたよ。あ、着てた。動画では結構着てました。そう、動画はもうなんか俺ヤスくんイコールレモンちゃんみたいな感じだけど、レモンちゃんの方が頻度はむしろ低いです。嘘、本当に、マジでレモンちゃんのインパクトが強いんだよ。まあレモンちゃんですからそう、ちょっとクラちゃん様にカメラなんて回さすぎて、うん、いや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 、もうそんななんかプレッシャーかけてスタート前から庭中の庭4000回ぐらい回すプレッシャーかけて、そんな僕は今日もう勝ちに来てます。なるほど、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。まあまあまあ、バンカーの上、いいキックじゃ。タイトリスト1番ヒードルさん入った。はい、おーっしゃー、ドロー、強いの球、ドローだ。ナイスナイス、おだす。朝一右行くからな俺。さあフェード王子、いいな。お願いします。お願いします。 BS で、はい、あれ、今日つま先上がってた、うん、うわぁでかい、これだよね、でかい、ナイス、でかい、マチュアですよ、マチュア。いやいや、油断すると本当にやられるから。猫さんはもうね本当にやられるんですよ。いやいや、やられないっすよ、マジで。取りに来てんだよな。いや、言うてプロでもティーチングっすよ、僕。ティーチングでも上位じゃないですか、このティーチング選手権ね。まあ、まあ、まあ、今のところまだ、去年の称号が残ってれば、全国のティーチング部の中で23番目にうまいっていう。いや、何人いると思ってるんですか。万いますからね。万ですよ、万超え。万は超えてないのかもしれない。でも、まあね、何千人、万中の23位といっても過言ではない。とんでもないですよ。とんでもないですよね、20何人。上位 0.2% ぐらいの話ですか。今日はちょっとピリついてるな。今日はなんかやっぱピリつき感じますね。ヤス君もピリついてるの？僕もピリついてます。今日は完全に僕もピリついてます。そう、食いに来てるの伝わってきますか。伝わってる。そろそろやっぱちょっと本気出していかないと。ああ、なるほど、うん、本気出していかないといけないなと思って。まあでも基本的にもね、もうこれシーズン完全にインしてますから。シーズンイン。158番でいきます。この中から向き嫌だな、これ。いい音。
くわ。おい、メス。よし。かましてきたな、これ。かましてきたぞ。139、9番だよ。上げてるっすか？ややの脱力。ちょっと捕まるんだ、やっぱあれ飛んでるな、これ。ナツオン、ありがとうございます。なんで9番だったんですか？なんかまあちょっと上げなのかなと思って。あ、でもないんでしょ、ね、そうだ、ちょっと夏仕様になってきてんだよ、もうクラブが。あ、上の感覚だった。そうそうそう、今日ちょっと久々だからな、俺ラウンド、はい、何ヤード？135です、46度だ。はい、あ、お、大丈夫、大丈夫。うん、まあまあまあ、でも多分ね、今日そのボールいっぱい出ると思うよ。今までよりも斜めに使うようになるから。そういうことか。そう、でもまあいい傾向と、これで上半身抑えられればいいですよね。そうそうそう、あぶね、危ない。今もう奥まであったワンちゃん。これ言うても生徒ですからね。まあまあそうですけど、だから死を超えに来てるってことですね。食いに来てる、食いに来てる、超えるとは思ってないんで。師匠です、これに、クイーン、胸を借りて勉強させていただく。でも猫さん、あれぐらいの入れてくるんだよな。あれはもう得意ラインじゃないですか。そんなじゃないでしょ。そんなうまかったら仕事辞めれるでしょ。こんなだったっけ。いや、ここね、一番厄介なピンポジです。なるほど、まあ上りですね。僕は15メートルぐらいですね、バーディーパット。うわー、まあ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 。いかねえか、結構打ったんだけどな。重いっすね。重い。皆さんと同じぐらいですね。うん、メーターぐらい。俺ラインわかんねえな。でも全体的にスライスだと思うよ。そうっすよね。うん。重い。いかねえな、結構打ってんだけどね。いや、打ちすぎたぐらいに思いました。正直ナイストライですよ。じゃあ猫さんがまあ6メートル7メートルぐらい。7メーターですね。上り。上り。おお、ナイストライ。待ちます。1.5 メーター。まあこれはもうしっかり打てという話です。いや、今日ちょっとやっぱりなんかみんなピリついてるわ。空気が。空気が。左カップいっぱいで、しっかり打つ。おい、うまい。ナイスパー。うまいわ。うぅ、それそれ。ダブルスの時のこれが一番しびれるんだよ。さあ、僕はまあ 1.3 メートルぐらい。パーパット。マジで。おー、オッケー。スプリットやってた。お母さんがめちゃくちゃいい匂いですね。かましに来てます、ね、めちゃくちゃいい匂い。ここら辺に残ってる。さあ、50センチパーパット。いや、これ激下りなんですよ。そうですね。これ油断ならんのは。ナイス。ナイスパー。いやー、油断ならん。置いてけぼりだ。ついてますね。いや、明らかに口数がやっぱ。口数少ないですよ、これ。いや、多くでっかいズルってきちゃうと、ズルズルいっちゃうから。多くはもうグリーンですよ、ね。そう、これね。夏だ、本当に。夏ですね。もう日焼けしてるね。もう日焼けしてます。早いんで、私。早いよね。でも、そんな黒くなんないもんね。いや、なりますよ。でも、めちゃめちゃ白くなりましたもん。でもなんか、本当ラウンドの終わりに、そこまで黒くならない。ああ、赤くなりますね。赤くなる方だ。今年はちょっと、うん、まあもうね、30半ば、サンオイル、攻めに行く。うん。下半身より黒くなっちゃダメなんですよ、ゴルフ。何を言ってるんだ、このクラちゃんの人は。何を言ってるんだ。黒さ比べて顔より絶対、はあ、下半身より黒くなっちゃダメ。なっちゃダメです。なんでですか。マナー。ゴルフ場のマナー。マナー大丈夫か。黒入った時のマナー。オークヒルズ大丈夫かこれ。2番パー4、400ヤード打ち上げ。これはもう山の上行っちゃうぐらいの気持ちで。そうだね、うん、右は即アウトです。即フジね、ここはもう即アウトなんで。ちょっと渋子っぽいな。あっ、おー、あー、帰ろ。あー、入っちゃった。入っちゃったわ。うまい。余計なイメージ入れちゃった。バカ野郎。ここはね、やりがちなんていうのね。あー、左にと思って、バカだな。右に逃げすぎてのやりっていう。
しょ。大丈夫かな。大丈夫？飛んでるよ今日。飛んでんなこれ。あ、大丈夫だ。あ、ナイス。飛んでますよね。飛んでる。今の球。アドレナリンが出ちゃってますか。出ちゃってますね。何もプレッシャーないもん。うまい。完璧。ここよ。めっちゃいってる。バンカー越えてギャレットに行くんだよ。そう、あのポットバンカーに入るんですよ僕、左行ったら、ね、はい、そうジャンティスイクソン3から4で、はい、 OK、 ナイス。強いな球。あ、強い。今日何だこれ、集中してないと食われる。食われる集中してないと食われる。雰囲気に食われる。いや、いい今しめになった今のオリは。でもまあいい緊張感ですね。ガチだよ、食いに来てる。メカさんがドヤさんを。本当メリットないじゃないですか、ドヤさんに。あ、僕ですか。いや、そんな対決に、ね、まあ勝ったら当たり前、勝って当たり前だし、負けたらアマチュアに負けたのと。叩かれるな。そう叩かれはしないと思いますけど、スコアが良ければ、うん、はい。猫さんが仮に勝ったらアマチュアに希望を持たせる。いやでも本当そうだと思うんですよ。だって猫さんだって30過ぎてから始めた。33から。本当部活とかも何もやってなかったんで。帰宅部、はい、帰宅部で足腰をずっと鍛えてたんですよ。早く帰りたいから早歩きで帰ってました。あ、じゃあもうスポーツ経験一切なしです。いや、まあ子供の頃に野球とか草野球とかのなんかそういうのはチームに入ってないけど友達やるとか。あ、なるほど。むしろ体育は音痴な方だったで、夢あるな。33の時始めて、はい、どうやってこういうルーツをたどってきたんですか。それ知りたいっすよね。まあ本当でもマジで YouTube とか見て、はい、自分のなんていうんですかね、合うもの見つけていく感じでしたね。なるほど。じゃああんまりそのレッスンとかもほとんど行ってなかったです。ほとんど行ってないんで、まあ要所要所でやっぱプロの方に聞いたりしましたけど。なるほどね。さっきの今しめ OB で150打ち上げ、はい、8番アイアンです。ピンはこの木の向こうですね。あそこです。いやー、やっぱアイアンうまいな。やっぱアイアンっすよね、ショット力が。おはようございます。ナイスナイスナイス。いやいや、2人ともこのバンカーに入るってことですね。まあ入りますね。今日目いっぱい後ろから打ってこのバンカーに入る競技者はオークヒルズにはそういないです。ヤス君ここまで来てます。116116、はい、ピン奥なんで、まあ、52で52。ヤス君ももう110で52もうすぐなってきたね。だって1年前違ったもんね。1年前は52105がいっぱい。そうだよね。まあ、でもちょっとこれピン奥なのと左足上がりで手前でもいいと思うのが一番、そう。でもラインは割と出したいですね。まあウェッジだからね。ダメ。やっぱこれが出るんだ。あ、これやばいかも。打っていたらいいかもな、はい、109ヤード、52で52、はい、いやー、すじった。すじってます。ナイスオン。よし。でも丸く使えてるってことっすね、これね。そう、だから手元がもうちょっと低くなればいいんだよ。そう、暫定2番で。やっぱこれ出るか。やっぱね、でもね、これで、ね、調子良くなる兆候だから俺はそう思う。だからそれで重心位置とかが今までよりもかなり低い位置に来るから、それに慣れないと最初は怖いけどね。そうそう、いや、ダフりそうっすよ。あ、すごいレベルに入ってる感覚はあるんで。うん、確かにね。ちょっとキャストできてないっすね、リリースっていうか。だからそのクラブを丸、うん、そのまま保っちゃってる。そう、持っちゃってる感じなんだよね。だからリリースっていうか、ああ。行っちゃってるかな。15ヤードぐらい、9打目。はい。ない、むずいな。うまい。うん、まあまあ、ナイスだね。うん。強い。5メーターちょい。さあ、バーディーパット。これはね、さすがに。バウンスバックしない。あー、弱いのか。いやー、うん、ゲイナイスパー。入れちゃいます。まっすぐだな、これは。チョックか。うわっ、いやー、切れた。なんでそこで切れんだよ。OK、どんまい。はい、
チャリスカ。よし。10打目。ナイス。ナイスカット。まあ切り替えて。はい。どんまい。やりすぎたな。まあ良くなってる証拠ということにしよう。3番パー4、493ヤード。さあ、だいぶあれから1時間ぐらいが経過しまして。本当にね、ちょっと今日。人気コースですね。吉柄が良すぎますね、ちょっとね。うん、ゆっくり。吉柄いいですね。ゆったり回りましょう。涼しいな、風。まあまあ。しょう。左のバンカー方向ですかね、はい、ちょっとね、ティーのポジションが結構やらしいですけど、よしよっしょこの木の裏ぐらいですかね、ちょうど上げてんな、おお、でもいいところじゃない、まっすぐでしょ、まっすぐですね、うん、大丈夫だと思う、うん、よし、どうだろう、すみません、お先です、ありがとうございます、ありがとうございます、ちょっといただきましたね、さすが土屋さんですね、おじさんたちが惚れ込んじゃう弾道ってことですねやっぱりね、男性にモテるっていいですね、そうですね、男性土屋さんは女性にもモテるからな、いや、モテないよ、男性ほぼ生徒さんも男性9割、マジっすか、もうマジっすか、マジっすか、マジっすか、女性メインじゃないんだ、うん、全然だからちょっとフェロモン出すぎちゃってるからな、いやそんなこともないでしょ、いや出すぎちゃってってか、猫さんやっぱ飛んでますね、俺今日飛んでるよ、バズニアに出ちゃってるんだよ今日手前だな、ピンいつも左奥なの、左奥が多いイメージですよね、うん、あ、安くんのステルスがいる、でも前行ってますよね、球は前行ってますよね、うん、シムステルス、シムレス、ステルス、ステルス、その議論いりますか210です、210、はい、3番ユーティリティで三遊もステルス、ステルスにしました、おお、シャフト、あ、スチール、シャフトも吊るしで、ああ吊るし、ヤス君に相談してね、うん、とりあえずそれが良さそうなんですよね、変えるっていう予定だったんですけど、これがいいから良さそうなの、このまま行こうと、いいんじゃないですか、ヤス君に夜中3時間ぐらいね、はい、LINE で相談して、本当3時間ぐらい答えてくれた、結果言ったのにはならない結局ステルスがいいんだろ、結局うん、そうですね、うん、そのお時間も4は違うんですか、4もこれですよ、4もこれですか、あ、でもステルスだらけだ、そうですね、フェアウェイウッドは違うんですか、フェアウェイウッドのシムのまんまですか、ステルスもいいらしいですよ、プラス、いや、それシムですね、ああ、まあ結構信頼度が高いですからね、それはね、白い線がやっぱりいいですよ、ああ、それはありますね、それ俺もめっちゃ分かります、構えるときに、ちょっと真っ黒になられても、うん、分かります、さあ、はい、行きます、210です、210、3U、皆さんは間違いなく2オンで来ると思ってるので、ピン手前です、あー、ナイスフェード、めちゃくちゃうまいぞこれ、これは主ルートだ、おー、あー、ナイス、うん、ナイスすぎる、どうやって打つんだ、ちょっとダフったら骨折、骨折確定のライ、あとでお見せします、僕のライを皆さんに、177、はい、フォローなんで、はい、7番で、はい、ダフったな、いや、でも、ちょうどいいんじゃないですか、風に乗って、ナイスー、なんか跳ねた、ナイス、ダフってくれて、うん、よかった、イーグルチャンスってね、あ、言ってますけど、猫さんもそうそう猫さんの方が近い説まである、いや今乗ってないですよ、あ、手前、カラーですか、カラーだ、さあ、ヤス君はメンバールート、メンバールートを来ようとしたが、木に当たっちゃったんだろうね、うん、よくここまで来てくれました、うん、もうほんとぶつける感じだな、これ168なんで7番でぶつけます、こんな感じですね、ここはバンカーじゃないですもんね、バンカーじゃない、ソールして OK、 ほぼバンカーみたいな感じだね、バンカーです、うん、ああ、ナイスアウト、ナイスナイス、さすが、うん、パワー、ちょっとクリーンに当てるとやっぱ勝ち上げちゃいましたね、まあね、左足上がってるし、左足上がってからああいうライは左足体重にした方がいい、
そうっすよ、うん、振るときにどうしても右に行っちゃうんだよね、重心が。多くはロングでへこますっていう感じですよね。そう、まあ我々アマチュアはそこまで表現できないですけど、落とさないように、落とさないですよね、はい、ショートがやっぱ難しいんで、多くはもう大体4分の2ボギー行ったんで、はい、57ヤード57、ごっぱちで、ごっぱちで3打目、はい、うん、やっぱ重心高いよ、ちょっと全部だな、うん、うまい、ちょっと一旦普通に打とうかな。いや、やりきった方がいいよ、普通だよな、うん、元に戻るだけだから、伸びしろがある状態なんだからね、これでうまく打とう、ここを耐えた時の頂きを見るみたいなね。で、猫さん3打目15ヤードぐらい、おおっ、おっ、ポッ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 、オッケー、ナイスバディ、やっぱうめえな。36ヤード、はい、58度、はい、4打目、ちょっとスピンかかんない、おっと、すいません、はい、イジグルパッドです、はい、まっすぐだな、これもさっきから外してるからな。じゃあ僕は2メートル、イーグルパッド、今日やろう、スプリット、うわぁ、オッケー、はい、バーディー、ドンマイバーディー、はい、切れるんですか、パパッと7m、 切れねえか、うん、オッケー、おぎ、こっち、ありがとうございます、重いよね、ちょっと持ってると、あ、でも手で持たない方がいいっすよ、カメラ。手で持つと相当しんどいです、この筋トレみたいなもの。ああ、そうですね、こうやって持ってる、はい、こう、もうここもゴルフと一緒ですか。いや、わかんないですけど、今全く腕で持ってないです、僕は重心です、重心。クラブの重心よりカメラの重心キャッチする方が上手くなっちゃったということで、2人はね、いい試合、猫さんがいい勝負で、僕はパワープレーかな、パワープレーイーブンですか、うん、僕は早くも7オーバーになってますけど、こっからしのぐんで頑張って、はい、ぜひ違いを見てください、お願いします。